ゲオールギ・ベレゴボイは、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国、ポルタバ州出身の宇宙飛行士である、ソユーズ3号で宇宙飛行を行った。彼は1941年にソ連空軍に入隊し、すぐにビルマイナス2による地上攻撃部隊に配属された。第二次世界大戦では185回出撃し、急速に昇進して、最終的には大尉で、 部隊長にまでなった。ソ連邦英雄を受賞している。戦後、彼はテストパイロットになり、16年間で60種類以上の飛行機に乗って大佐に昇進した。1962年には宇宙飛行士の訓練を受けることになった。ベレゴボイは1968年10月にソユーズ3号で宇宙に飛び立ったが、予定されていたソユーズ2号とのドッキングに失敗し、 彼はその後のミッションには選ばれなかった。1969年1月22日、ベレゴボイは、レオニード・ブレジネフの暗殺未遂事件に遭遇した。彼は、その後宇宙飛行士訓練センターに勤務し、1972年には、施設長になった。引退後、ベレゴボイは、ドンバス地域選出のソビエト連邦議会議員になった。彼は、ビクトル・ヤヌコービチが、 新しい生活を始めるのを手助けしたと言われている。2000年代には、ヤヌコービチは新しく独立した、ウクライナの首相となった。彼は1995年に病気で死亡し、モスクワのノボデビチ墓地に葬られた。ベレグボイは2度のレーニン勲章、2度の赤旗勲章、聖アレクサンドルネフスキー勲章、祖国戦争勲章、2度の赤星勲章ほか、多くの勲章を受章した。 ありがとうございます。